くりいいな。ね、いいな。名刺終わりました。見て、メッポーチと見て。え、すごい、ね、すごいね。そのグラ好きなの。うん、かわいい。うん、クマありがとう、I love you のコンペートありがとうございます。こんばんは。焼肉いいな、食べたい。それな、ここみんのおごりで。いえ、リンゴ飴ね、行ってたね。返事早め。こんばんは。リンゴ飴行ってたね。ありがとう、来てくれて。前髪切ったよ、気づいたね、よく。また明日。いっぱい踊ったかい、踊ってないかな。ありがとうございます。こんばんは。また司会ありがとうございます。ありがとうございました。どうもどうも、ありがとう。またありがとうございます。結婚してありがとう。結婚してありがとう。こんばんは。またありがとうございます。たくさん、こんばんは。バナーがあります。今日は劇場版、あ、そうなんですよ。私あのちょうど体調不良の時にそのもろもろがありまして、ありがとうございます。いないんですよ、ごめんなさい。一緒にお出かけしてください。明日パッセですね、同じ時間。こんばんは。ありがとう。またありがとうございます。コンペイトーも今日もかわちガチとあんましなんで前髪気づきました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。サインどうだった？サインはちょっといろいろ理由があって少なくてごめんなさい。商売いないんだよ。あの説明的なのあるのかなと思ったけど なかったっぽい。いつも明日さんとお楽しみに。そう、私体調不良で、あの S 公演出れなかった時らへんにちょうど撮影だったのでいないんですよ。バラありがとうございます。すみません、私が行けなかった。行ける日が来ますように。今日さんお楽しみにですよ。ご視聴ありがとうございます。ハートもとうとうありがとうございます。占い可愛いでしょ。どうでった、どうでった、どうでった、どうでった。どうでった。どうでった。で、パルコで買い物したかったテサーちゃんと話してました、ね、リンゴ飴食べたかったって。そう、リンゴ飴食べたいって話してた。これは3日の私買いに行くで待ってるね。ありがとう、もっと大好きになります。ありがとう、極めてください、楽しい。じゃあ見つけます、ぜひ見つけます、言ってください。コンペイト、ありがとう。あさって、え、遅いね。ありがとう。何さったの、ふんばかりじゃないんだけど。写真撮る、サイン書いてる時にもう気づいて手振りました。3つのハート、ありがとうございます。めっちゃ楽しそうだよね。ありがとうございます。明日も来てくれて。やりたかったですね。ケイト、ありがとう。違うよ。全然お渡し会してきたよ。コメちゃんに会えて嬉しそう、なんか。めっちゃ褒めてくれて。ありがとうございます。明日だけ待ってます。そう、なんか今日みんな、ぶら下げてる人めっちゃいたよね。バッチとか。うん。バッチとか写真をぶら下げてる人めっちゃいました。うん、ありがとうしよう、せーので、せーの、ありがとうございます。ぜひぶら下げてください。で、一緒に出かけてください。こんばんは。今日も可愛いね、ありがとうございます。私服なの知らなくて本当に昨日ぐらいに焦りましたね。ね、ファンズルームから名前変えられるけど、こんばんは。わかるよ、もうめっちゃわかります。あ、周りここに推しがめっちゃ増えてる。本当に、本当ですか。
可愛い、ありがとうございます。ルカさんからいただきました。ルカさんがプレゼントをくれました。ルーさん嬉しい。しかもね、うん、でも2人で食べてって言ったから、2人で分け合ってって言ってたから、ちょっとお互い食べよう、お互い交換しよう、うん、1個いいよ。1個こう、熊本県の豆知識です。知識ね、ね、豆知識です。分かってるのね、よかった。豆知識よかった。ルカさんありがとう。ルカさん、天使ルカさんありがとうございます。え、すごい、待って、3個入りだ。1個交換しよう。いいよ、イベント会うためにますますここみちゃん好きになる。ありがとう、ありがとう。すごい、今日めっちゃ食べてくれたよね。なんか会うたびに可愛くなってて、すごい、ありがとうございます。どうもありがとう、はい、じゃこれ食べよう、もらったやつを。あ、なるほどね。食べます、いただきます。え、やだやだよ、だってさ、2つ残るよ。どっちも食べればいいよね。どっちも食べればいいんだ。確かに。明日はどうな、え、ドーナツ食べるかな。え、食べてないの。辛みなさそうな2人って言われてる。え、あるよ。最近辛みまくっちゃって、なんか絡まっちゃってるけど。なんか最近ね、急に絡まっちゃってるけど。クマも今日先輩たち皆さん、いや本当、そんなこと聞いてるの。クマとも、ハートありがとうございます。タコはありがとう、いただきます。いきましょうか、ツアーめっちゃ可愛い、ありがとう。うん、おいしい、うん、今お腹空いてるから、うん、余計おいしい。うん、うん、うん、おいしい。ルカさんにもらったという事実が、ね、見て見てすぐね。ココイチチャレンジした？まだでした、うん、で、サーターの配信なんかしら食べてる。そうやってなるんだよね、うん、ねえってなるんだよね、なんかすごい夢の国をしてくる方がいて、うん、夢の国って言うんだよね、うん、夢の国ですね、うん、名称私会の感想、どうもありがとう。めっちゃ楽しかった、直接顔が見れていいです。ちょっと答え合わせできる。
あこの人こう、うん、この方だったんだみたいな、うん、だから名乗ってもほしい、明日も名乗ってくださいぜひ。こんばんは、2個食べるって言ったのに結局全部食べちゃう。お腹空いてるんだよね。今日は食です。こんばんは。うん、戻ったらこっちも美味しいわ。うん、戻ったら美味しい。うん、いった。ごめん、今って今わざとだよね。どこに入った入った、うん、待って待って、今のさ、今わざとでしょ。誰か見てた、めっちゃここにさ、ビンタ、ビンタされた。佐藤さんね、今日の発表紹介もしようと思って、ね、誰か、いや、ビンタされたよね、今完全にね、ねえねえ、人生で初めてこのビンタされたの優しいでしょ優しいビンタです。はぁ、認知しますよ。もっと好きになってありがとうございます、来てくれてきっかけになって慣れてよかった。 P、 え、全身の写真見た？愛のホログラム聞きすぎて完璧になりそう、ね、ダンス可愛い、ありがとう。ね、会えたね。大丈夫だった？転んでたけど大丈夫だった？結構すぐあったよね。みんな制服の目の初日の明かりを見れるのは今日までだって。初日見れるの見て、みんな。ありがとう、ラブレター。それは熱いね。ありがとうございます。気をつけます。コンペートありがとうございます。ありがとう、いってらっしゃい。膝痛いです。だよね、なんかさ、びっくりしたよ。と、あのバイバイしようって思ったらなんかいなくてさ、えって思ったら倒れてて、かわいい、ありがとう。倒れてソロもびっくりしたね、びっくりしたよ。こんばんは。なんか前髪切ったから漏れないな。変わんないよ、いい意味で。本当に、うん。そんな感じかわいい、ありがとう。ボンボリもハートもありがとうございます。マフラーサイン届きました、ありがとう。こちらこそありがとうございます。ね、たまりこさんあげてもらいました。コンペートありがとう。青緑のだるまもなんかめっちゃブルベ冬みたいに映ってた。大好きです、伝説のです。ありがとう、ハートもありがとう。ハートありがとうございます。バラもサータンに笑われたって言ってる。ココミンが可愛すぎて腰抜かしたらしいって言ってるよ。マジで？うん、そういうことなの？ハートありがとう。顔から行かないでよかったよ、危ない。こんばんは。かわいい、コミちゃんかわいいから大丈夫で、 ありがとう。倒れる。青の水ありがとうございます。ねえ、家帰ったらご飯作んなきゃな。何作んの？何がいいかな。ブリを煮込むか、しゃぶしゃぶか。でも食べた。うん、しゃぶしゃぶかカレーか。え、カレーいいじゃん。今からカレーってめっちゃ時間かかるよ。煮込むでしょ、水入れて。まず野菜、でも野菜切んなきゃいけないのか。カレーを水入れて煮込むでしょ。え、なんかやってるよね、カレーの水入れてみたいな、ルー入れてみたいな。そう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 。でも野菜切らなきゃいけないんだ、確かに、うん、めんどくさい。何がいいかな。なんかこれさ、揚げパンみたい。揚げパンの端の油切れてないところ、わかる。いいね。水ありがとう。こんばんは。しゃぶしゃぶかな、一番手っ取り早いよね、しゃぶしゃぶ。うん、一番早くできる。でもブリ食べたい気分でもある。
ブリ、ブリ食べたのこの前。何味？蒸した。蒸した、うん、本当にブリを蒸したの？タラだっけ。そんな料理あるんですか？ちょっと私知らない。長野名物かな。こんばんは。長野名物じゃない。長野料理かな。違う、サラミ言ってるのに。こんばんは。え、魚のさ、茶色い部分好き？うん、美味しいよね。うん、分かってくれた。食の好み合うみたい。ごっきりバブリシャブとかやばいね。どうもありがとう。え、そうそう、血合い、そうそうそう。え、福岡帰ってたのかな。何を？福岡？ねえ、福岡だと思うの、熊本が。熊本、ねえ熊本いいって。お、疲れてます。すいません。熊本行ってたのかな、ルカさん。急に福岡の話出てきてさ、え、ココミンって福岡となんかあったっけ。熊本です。そうですね。九州違い。まあ惜しいよね。うん、ありがとう。ぼんぼり。ぼんぼりっていうの？うん、いや、まあ知らなかった。うちも昨日知った。そうなの。あ、ぼんぼりにみたいな、うん、分かりをつけましょう。ぼんぼりに、そういうこと。カレーいいね。そういうことか。今日ラメつけました。ティーンジェニットの変顔見ました、皆さん。ラメもらった、ココミンに。そう、もらいました。結構アンズの変顔に出た。本当にどうでした、変顔。結婚して嫌だ。ハートありがとう。お腹すいた、マジで。コバありがとうございます。揚げパン大好きです。ぼんぼりぼんぼりぼんぼりってなんか熊本なって怒られてる。すいません、ルカさんからもらいました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ほら、ありがとう。なんかお返ししなきゃ、うん、ルカさんに、ね、もらってばっかりな気がする。ホワイトデーで返します。なるほどね。アンズさんとかにも。ホワイトデー、そうだ。ハートありがとうございます。明かりをつけましょう。なんで福岡出てきたか分かったわ。なに、やっぱいいわ。なにありがとう。こんばんは。ひな人形ありがとうございます。ケイトも変顔びっくりした。明日はミュウちゃんとですね。結婚してありがとう。同じ時間です。おしゃれ、ありがとう。ハートもミュウちゃんです。ちゃんと変顔できて偉い。今日ミュウちゃんから電話がかかってきました。いろいろあって電話かかってきて、ミュウちゃんから電話かかってきたの初めてで、ちょっと出るの緊張しましたね。さっきはパルコで。第一声。何？名前も。本当にミュウちゃんから電話かかってくると思わなくて、何？って言いました。え、私なんか電話、え、そう、この間ココミンからさ電話かかってきた時もさ、うん、なんか第一声が何になっちゃうんだよね。なんか覚えてる？うん、なんか本当になんでかけてきたのかわかんないから、うん、え、何？なんか何？そう。ね、なんかだいたいなんか緊急事態の時にかけてるよね。え、そうだから、ね、何？っていう。で、この前はイワニャンのスマホの。そう。そうなんだよね。え、そう、なんか絶対そうなの。なんか緊急事態の時に頼りにされるから、なぜか。何？何？何？お疲れ様。なる。ケサータンは結婚してってギフトを送ると嫌だって即答です。うん、嫌だ。あ、今日も来たね。うん、ハートありがとう。こんばんは。おしもありがとうございます。ゆきさん、あゆさん、みれさん、ぽっちゃんとです。お願いします。ぜひ来てください。みんな会いに来てください。じゃんじゃん。え、そう、なんか緊急事態の電話集まりがち。こんばんは。食感あるよ。なんか食べてました今。
美味しかった？む。む。ねえ、血潮がさ、血管なの知ってた？何それ。僕の血潮みたいな。そう、カエルだって、オケラだってのやつ。何それ。手を太陽に透かしてみるやつ。何それ。え、嘘でしょ。中野にはないのかな。え、手のひらを太陽に透かしてみればのやつ、うん、赤に流れる僕の血潮の血潮さ、意味分かってた？うん、分かってないって。やっぱり。いや、分かってるよ。血でしょ。うん、僕の血。なんで。なんか音楽の授業で意味を調べるみたいな時にやりました。え、空だけだった。知らない。あれ、結婚してありがとう。やだ。サメに言われてないけど。ありがとう。こんばんは。でも、さかのこみ知ってるっていうね、びっくりしちゃった。立ち見ですね。ぜひサイリウムを振ってください。完全に千代くんだと思ってたんだよね。誰。だから僕の千代ってなんかそういう歌なのかなって。いや、血ですよ。血管です。怖いよね、ちょっと。そうだね、そういうのでね、なんかよくさ、本当は怖い意味の歌みたいな。あ、あるね。意味を分かると怖い歌みたいな。でもさ、よく考えたらさ、手のひらを太陽にさ、透かして見てる時点でさ、怖いよね。怖いよね。どういうこと？でさ、なんか血が流れてるなって思うんだよ。分かんなくない？分かりません。今日の前髪はちょっと怖いよね。あ、そう、カゴメの音とかそうじゃん。カゴメ、カゴメ、カゴの中の通りはいついつである。夜明けの晩にツルとカメが過ごしたみたいな。どういう意味なのそれ。え、なんか怖かった気がする。最初から言って。カモメ呼んでます。カモメじゃないよ、カゴメだよ。え、カモメじゃないの。カモメ、カモメじゃない。カゴメだよ。何カゴメって。わかんない。カゴの網目。何カゴメって。何、まずそう、待って、カゴメって何ですか。まずカゴメ、カゴメの意味。たわしをあげたらおたわし会だって。誰が言ってる。あ、知らない人だった。急に。あと、ありがとう、マフナーも。カゴメって何ですかね。カゴメって何ですか。え、カモメの音初めて聞いた。んカモメって言ってんじゃん。カモメだよ、カモメ。ねえ、カモメ。残酷なお話です、だって。え、何カゴメって何なの結局。何カゴメ、カゴメみたいな。この歌のカゴメは妊婦を、カゴの中の鳥は胎児を示していると言われています。ってことは妊婦ってことだね。でもどういう歌。妊婦さんの中の胎児はいついつ出てくる。あ、そういうこと。いつ生まれるかってこと。で、その後なんて言ってるの。その後なんて言ってんの。カゴの中の通りはいついつである。夜明けの晩に鶴と亀が滑った。後ろの正面だあれ。え、どういうこと。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ってことはどういうことなの。夜明けの晩に鶴と亀が滑ったの、うん、後ろの正面だあれ。怖くない。え、どういうこと。待って、そのさ、鶴と亀が滑ってさ、なんで後ろの正面だれってなるわけ。どっちが転んだか。え、双子だったってこと。双子なの。ねえ。待って、鳥肌立ってるんだけど。ね、後ろとか言うから。外気現象ばっか起こる。だって外気現象っていうのやめて。外気って言ったから。ごめん、怒ってる。怒ってるわ。待って。え、めっちゃ待って、めっちゃ鳥肌立ってるんだけど、ちょっとさ、今音鳴った方からちょっとずれるね。怖いから。またありがとう。ちょっと怖い。ね、怖い。魔界の入り口じゃん。え、待って、でさ、結局どういうことなの？
カゴメカゴメカゴの中の鳥はいついつで会う夜明けの晩に鶴と亀が滑った。なんで滑っ、どういうこと。鶴と亀、後ろの正面誰、背中を押したのは誰と何を探している様子を歌っている。え、待って、どういうこと、どういうこと。妊婦さんを転ばすのは誰って話だって。じゃ鶴と亀が滑ったのは何、妊婦さんが転んだってこと。え、じゃあ後ろから押した人がいるのが、それがだからそういう遊びじゃん。真ん中に誰かが座ってて、うん、後ろの正面誰って止まった人を当てるゲームじゃん。何それ、そんなゲームあんの。え、ここに一人座ってて、うん、5人ぐらいでカゴメカゴメカゴの中の通りはいついつで夜明けの晩に鶴と亀が滑った、うん、後ろの正面だあれって思った人を当てるゲーム。あー、その真ん中の人が、うん、目つぶってるけど。あ、なるほどね。おめでとう、サインポストしてみてね。え、ね、ちょっと怖っ、ね、久々になんか怖いって思った。怖いって感情久々かも。よかったじゃん。ね、ね、よかったの。よかった、よかったらしい。妊婦さん転ばせたらね。え、めっちゃやばい人じゃん。ね、やばい人だね。その正面になりたくないんだけど。ね、そうだ ね、だってひどい人だもん。楽しいから好き、嬉しい、返しといて同じこと。急に鳥肌立ってきちゃった、本当に。まあね、まあね、本当に。鶴と亀と滑った。後ろの正面。これで電気消えたりしたら怖くない？いや、もう本当に嫌だ。もう出てくる。やめてよ、置いて出てくの。結構端の方なんだから。このスマホ置いていなくなる。いやな、本当に。そういうこと言うとさ、なりそうだから怖いよね。こんばんは。ニニミ。ピューティー。おしゃ、ありがとう。まだあれのものでもない。まだあれのもの。ちょっと待って。まだあれのもので。ちょっとなんか多いよね。まだあれのもの。なんだな。え、なんだっけ。え？あ、誰のっていらなくない。まだ何者だ。もう一緒の正面誰のって見つかってるから今。急に誰のものでもない。まだ何者でもない。自分って価値なんかない。人間に思える無所透明な人生で誰のものでもなく時間だけが存在する。これから何すればいいのか。目がないのにそなたら私は認めてもらえるの。言ってくて美しい、何もなくて美しい、飾りのないまま伸びてゆけ。今は何もなくても美しい、誰でも美しいだよ。浴びるだけでただ美しい命の子と思ってこんなに美しいもん。周りのみんなに無視されて、国民パート、ここに居場所がないような気がする。来てしまいたい、そんな孤独、はじめは誰だって不安でいっぱいになる。これから何すればいいのか。本当に違います。今まで何をしてきたのか。もう自分を責めることはない、いつか分かってもらえるんだ。若くて美しい、そういうまでも美しい、その雨に打たれ。え、違うね、ここもいい。なんだっけ、なんちゃらなん、なんちゃらなん、なんちゃらなん、土の中でて美しい。どういう顔、ベルト、ココミンかわちい。見て、オセロコーデ。ほんとだ、
後ろ向いたらオセロだよ、これ黒が大体勝つんだよね。わかる、でなんか黒の方が強いみたいになって、わかる、なのにサラそれで黒になるのに、え何言ってるのあなた。LINE の BGM 設定のところ絶対ビューティフル、あできるのかもう、ありがとう、すごい見たいな、コンペイトありがとう、ハートもフォローありがとう、ピノキオじゃん心配ないじゃん、ピノキオじゃん不安はないじゃん、ピノキオじゃん言い訳じゃないじゃん、髪が降りたいよ、結婚してありがとう、なんとかちゃん突破しろじゃん、なんとかちゃん行ってみようじゃん、なんとかちゃん楽しもうじゃん、今が旬だよ、圧倒的なパワーでねじ伏せろ、おーやー勝ち戦、うー圧倒的に押して倒せ、あー運だって最後さよ、いざすめ、いざすめ、調子に乗ってる、いざすめ、勢いだけで、いざすめ、天下を取るぜ、そのうちの目ある出口漏れたぜ、そんなことはちっとも気にしないよ、ノーハンセール言ってよ。またビューティフル披露できるといいんだよね、いつになるやら、うん、ね、お渡し会は時間通りに終わるの、早く終わることあるって、え今日どうだったんだろう、来る人の量かな、うん、ありがとうひな人形、ピノキオの衣装かわいいよね、ココミン絶対あれ好きでしょ、うん、アンコール後の衣装が一番好きです、うん、私はダウトの衣装が一番好きです、あ、かわいいね、うん、制服の目で一番踊りが難しいダウトです、ジェラシーなんじゃないの、楽園の階段結構苦手かも、あ、靴が難しいの、うん、レッスン着だったら全然いける、レッスンシューズだったら、ね、普通あり蹴りで難し蹴りって感じ、え、昨日のラジオおもろかったでしょ、あのね、ラジオ楽しみですよ、聞いてください、聞いてください、それでは聞いてください、水のないプール、今日寝室の窓からイントロなしプールを眺めてた、あの夏の日差しや油ゼミ思い出す、はしゃいでいた友の笑い声遠くに聞こえてくるよ、水しぶき上げてた青春は、真っ赤な夕日出て見えて影になる人はみんな不器用で、え、知人の衣装マジきついよね、何知人の衣装マジできつくない、うん、てか首なくなるよね、うん、あの最初のさ公演始まりますの動画さ、大抵首なくない、うん、ないし、腰曲がんなくない、低い時わかる、ね、わかる、詩人になれなくて言葉を飾るより無口な僕でいる、はいはい、恋を語る、星ありがとうございます、ケイトも、わずかな金をもっと自信持とう、持てないですよ、ナルシャベルサータン、チカコさんとミレイさんと収録、え、そうなの、星ありがとうございます、知ってるの、そうなの、わずかのままの二作、ね、わずかな金って歌えばいいと思う、なんて言った、悩みがあって、わずかな金の、わずかな金歌、わずかの金しゃべりながらのところを、うんうん、なんか声を裏返して、うん、わずかって歌うか、うん、そのままの地声でわずかって歌うか、歌ってみて、どっちも、はいはい、3、はい、え、なんか個人的にね、うん、歌いやすいのが、うん、地声なの、でもなんかみんなに聞くと絶対に声を裏返した方がいいって言われるんだけど、うん、声を裏返すともう全く声がちっちゃくなっちゃうの、うん、だからそのファンの人もみんな地声で歌った方が声が聞こえるからいいと思って言うんだけど、うん、どう思う、で歌ってみて、うん、はずい、じゃミュートにしようか一回、いや、じゃあサータンお手本、え、わずかの金せびりながら、やっぱそうだよね、でもうちの場合わずかの金なの、え、一緒じゃん、高さは違うじゃん、あ、そういうこと、そう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 、わずかの金、え、それ音程合ってんの、うん、もう一回言って、わずかの金
なんか音程違くない？わずかの低いよ。あ、そういうこと。わずかの金か、わずかの金。それは高い方でしょ。高い方かな。いつもどっち？低い方。わずかの金。うん、高い方がいい。よくな。どう？国民ファンはどう？地声で良いよ。地声賛成。ノー反省。ありがとう。コンペと重ね着です。余韻のまま帰宅ありがとう。生きがいとか暗くて想像では埋められない痛みの途中、大人びた友人は足りないのは自覚だと哲学的意見に言ってねと見てる。僕の欲しいものは愛さ、ちっちゃっちゃろんちゃん、与えられたものは色がはい、はい、ないんだ。結局くるくるめまいがする。糸と糸と糸結構とお土産覗いた片方の目の中に飛び込むのは眩しい。これ何番？一番歌ってるはずなんだけど。マジ？二番の気持ち。ちょっとさ、二人でさ後ろ向かない？一旦。いいよ。せーの。待って見えないからわかんない。どう？オセロになってる。わずか。ハートありがとう。サタの万華鏡はアーカイブで見てください。こんばんは。といたって。かわいい、ありがとう、音符も。今日ワクワクできなかった。明日行きます。ありがとう。コンペとありがとうございます。最低の息が。チーカーみたいだって。めっちゃ褒めてくれてんじゃん、それ。小さくてかわいいってことでしょ。軽蔑してた父親にわずかの金セミリカリタ。やっぱ高いやん。待って、わかんない。これ間違ってる？いや、高い方があって、多分。あ、そうなの。ありがとう。もう、音を一回裏返っちゃったトラウマがあって。あ、そうなの。そう、まあ、でもあれじゃん、そのトラウマはね、うん、まあ、成長につながりますか。まあね。あんま響いてない。バブイね、かわいいな、ありがとうございます。あんま響いてなかったですね。はい、結婚してありがとう。ちっちゃくてかわいいってのでありがとう。サタの方がちっちゃいです。身長伸びたの？もう159とか。うっそ、伸びてんだ。うん、ちょっと待って、一回立ち上がって。それはさ、ちょっと待って、一回立ち上がって。でもさ、靴持ってるの？じゃ脱いで。え、早く脱いで。いじめられてます。いじめ反対。いじめ撲滅運動だから、私。いじめする人間が一番嫌です。ボランティア参加してます。はい、ダメです、いじめダメです。おんぱ、ありがとう、かわいい人も、まあ、ありがとうございます。どいたって落ちこぼれる勇気もなく、最低の生き方と軽蔑してた父親にわずかの金せびりながら。パワサラじゃんとか言われて。うまい、大喜利じゃん。あ、大喜利学んだの？大喜利分かったの？大喜利の。大喜利かなと思って行ってみました。今日の大喜利ではないけどね。それは秘密ということで。大喜利ではないことは秘密ということで。川仲いいよ。何、ニシシって呼ばれてんの？え、うん、ニシシ、22時のこと言ってる？22時です。今サイドで買ってくれてどうだった？それとも中西さんのこと言ってる？ポストしてみてね。どっちどっち？それはさ、かけてるのかな？これかけてる？中西さんのこと？
油でも2時2時の 5時かな。思い出すはしゃいでいた。メドレーでお送りしてます。のようなありがとうロケット。中西さんの方でした。同じかな。お試しをココミンの手形、思ってるちっちゃかった。本当に比べてみて、刃ありますよね。じゃあ、かじわかな。ありがとう、ステージ映えする。おしゃありがとうございます。ジュンとトト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 くる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 とお今日はホログラムみたいで次の夏くるんでトト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 うちの方が大きいね。こいつの向こうにね、どの曲が一番好きか。どうぞ。あなたの目が少しだけ寂しそうだった。無理をして微笑んでくれたのに。の歌割りが好き。待てるなんか余韻あるね。ちなみにそこのポジだったんですよ、もともと。そうなんですか、うん、睡蓮を。そう、もともとそのポジでした。誰さんポジ？中西さんです。今は？今の水のないプールは MC の順番の関係で、須田さんポジです。あ、次の夏来るまで水面を待てよ。あそこマジで間違える。旗ありがとう。色が汗だ肌の日焼けば余計に寂しくなる。思い出はいつも消えていき、あなたの記憶が生まれて重なるよ。下はだうん、そこ鼻に水入るのすごい嫌だよね、プールの時。あれ何なんだろうね。絶対汚くない？だってさ、あ、そっち？痛くない？痛いしさ、汚いじゃん。だってさ、クラスのみんながさ、入るんだよ。そりゃそうだよね。めっちゃ汚くない？そりゃそう。お風呂みたいなもんじゃん。うん。でもさらさ、銭湯とか行くの好きで、でも考えた始めたらさ、嫌になっちゃうよね。うん、マジ無理だ。潔癖？そうなの。潔癖。外出た服でベッド入れないとか。うん、あ、それはある。それはそうだわ、うん。ソファー座るのも躊躇するぐらい。ああ、わかる。ね。うん。絶対部屋着に一回なる。わかりますね、これは。ね、制服の目公園のおすすめポイント、やっぱりあそこじゃないですか。ココミンとサラがアンテナで交差するとこじゃないですか。あ、ここ？そう、ここね。苦戦するんですよ、あそこ難くて。いや、で苦戦してるのココミンで。どこ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 、あれだよ。恋人は、あれココミンじゃない、うん、あれココミンじゃなかったらしいです。すいません。違います。でもココミンといつも近いなと思う。うん、なんでだろうね。こうあれじゃない、気持ちが前に行っちゃってるんじゃないかもね。うん、認めました。はい。あなたあなたくだけのこと踊れるかな。どんどん近づいてみよう、万歳で癒す両手を上げて、なるようになれとつぶやく。ダウトのイントロのサータン高速大移動。そうなんですよ、大移動なんですよ、本当に。大人美人ありがとう。3番から向こう側の5番まで行くんですよ。ありがとう、ケイト。1人だけね、シュイーンってなりました。え、ダウトのあそこ好き、最初のダウトダウトダウト。そう、私本当のこと言ってない。え、それさ、1列目も2列目も同じことしてる？うん、逆で。あー、うん、そうなんだ。自分騙してるのがめっちゃ好き。
あそこ歌う側の人間になってみたいサラね。いいよね、あのなんか前の、うん、なんか民が、うん、前の民がみんなズーンってなって、私本当のこと言ってないみたいな、ね、すごいよね、目立つしね、あそこ、うん、正面めっちゃ綺麗だし、うん、あ、ありがとう。私からの私服可愛いですね。え、ありがとう、今日のね出る10分前にねママに電話をかけて、いい、ね、どうしよう私服なんだけどって言って選んでもらいました。またありがとう、コンペイトも自分騙してる、タン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 タランタンタン、強い着物めっちゃ好きなんだよ、うち。ちょっと踊ってください。つやきわのほら、ありがとう。風は明日みゆちゃんどんな服着てくるか聞かないと。こっちゃんすごそうだなでも系統全く違うじゃん、うん、だから合わせようもないよね、もうそれは。ココミンって子さん、小籠包、小籠包、小籠包小籠包と餃子どっちが好きだって。小籠包と何、餃子。うわそれはやばい、それはやばいよ。でも、ね、さら本物の小籠包食べたことなくて。揚げ餃子食べたい。それは違うじゃん、ココミン。まあね、それは違うじゃん。そのえ、でも本物の小籠包食べてから決めないとダメだ、それは。まあね、食べたことある？ないないよね。餃子は本物食べたことあるけどさ、餃子も果たして本物なのかっていう話、ちょっとめんどくさいね、うんって言われた、なんか深い人です、めんどくさいって言われた、うんって言われました。忘れないでのところがめっちゃ好き。うわー、ここね、そう忘れない、わかりますか。ってことはココミンリノベーションも好きです。あ、そうだ、そっちも映ってたし、踊れるの、え、踊れるの、すごいよ、ココミン踊れるよ。ありがとう。でもサータンと比べたら全然です。うん、ありがとう、うん。年上をね、そんな見守ってくれて。一応年上なんです。13位はヒロッピの方、ありがとうございます。12位はママポチャッコ、ありがとうございます。来てくれて。お渡し会。11位はクマの、ピンクのクマの方、ありがとうございます。ママ。来てくれてありがとうございます。10位は佐藤果歩さんのクロワッサン、ありがとうございます。9位は狼の方、ありがとうございます。かぶり物の方。8位はメイドの女の子の方、ありがとうございます。何歳差？アンツさんの上りを持った男の子の方、ありがとうございます。2歳差。2でした。6位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。5位は猫の鈴をつけた方、ありがとうございます。4位は警察官の方、ありがとうございます。3位は全力支援の方。でも落ちそうになっただけなんだね。猫、ありがとうございます。マジで惜しい。2位はシナモンの方、ありがとうございます。ほら、ありがとう。1位はクロミさんのポンポンを持った方、ありがとうございます。肖像のし、アーシャね、肖像じゃなくてアーシャね、肖像じゃないよ。私の声に少し痩せた。え、本当？筋トレ頑張ってるからですかね。え、明日ってとこめっちゃ好き。あなただの今の時間、明日この私にもできる、理想の一歩の歩みみたいなやつでしょ。変われ変われ世界、え、そんなこと言ってる、うん、進め進め少しでも、君も君も動け、燃えろ世界はないしょ。で、もう変わりたい。This is なんちゃら You and me。ここで歌う。なんちゃらかんちゃら。
それが私 SKE なんちゃら時間がないない、時間がないない、そんな高いよね、ケツの曲どれも。え、でもそれめっちゃちょうどいいかも。え、もうマジでやばい。あ、ほんと、うん、遠くに見えたいか、今やばい、かっこいい、うちの頭についたそのまさ追いかけたら夢じゃ始まった、前だけ見て走ってた、時間も過去も忘れるほど、じゃんじゃんたんたん、明日が待ちる、急に2番違います夢の初舞台、好きだよ無数さ、え、なんでそんなさ、混ざるの練習スマイル、え、それ2番じゃん。え、2番歌ってんだよ今。あ、そうなの。2番に変えたから2番歌ってたのに1番に戻ったソーリー、スマホを凍り上げて寝たの。おやありがとうね、来てくれて、コメントもギフトもありがとう、お渡し会もよろしく、明日も左の子も可愛いって言って、ちょっと DD が加速するよ、加速するよ、加速するよ、おやすみハートありがとう、おつにじです、つるつる、どういう顔ちょっと待ってじゃあ今普通にそれコメント読んでたんだよ、コメント今僕も知ってます、男女見ます、モキプロだね、ね、危なかった今、今日はサラバタ少なめですね。13位ウバルパさん、12位タツさん、11位あ違う、10位犬、9位ピンクのクマさん、7位ピアニストさん、5位ドラゴンさん、6位何これ、なんだろう、タワシかな、え、何これ、タワシ、星さんかな。ということで今日のお題は、お題お願いします、明日のご飯、明日のご飯、何ご飯、パンかお米かまさかの二択、うん、朝ご飯、うん、分かった、まあ、朝ご飯食べた方が健康になるので、うん、これで決めてあげましょう、